ちなみに花岡さんがアップされるときっていうのは、現役時代アップされたときっていうのは、労働のね、車椅子マラソンだと、まあ、道の質も違うじゃないですか。はい。まちまちじゃないですか。特にね、ロンドンの時なんかは石畳だったりとか、そうですよね。ただ、バドミントンなんかはね、どこ行っても、まあ、コート自体が書くことはそうそうないんですけども、その、ロードの状況、舗装のされ具合だったりとか、まあ、砂もあったりするのも、そういったのによってアップを変えることってあったんですか？そこまではしないですね。現役時代、今お話ししたようなことを自分の体で考えてやってたかって言ったら、そういうわけでもないので。まあ、ただ若い時は本当にその競技用の車椅子に競技場に行ったらすぐに乗り換えて、それでアップするっていうことの方が多かったんですけど、やっぱり年取ってから本当に引退間際っていう感じになってきたら、もう朝起きてからベッドの上で始める感じなのでそこからだんだんと作っていくっていうのはあったかなとは思うんですよね。なんかもう必要に駆られてやってましたけどね。年齢重ねて体力だけじゃ押し切れなくなったら、やっぱり朝一の自分の体のコンディションをチェックするところからなんかアップが始まってたんじゃないかなっていうようなことも思うので、そう考えるとやっぱりすごくこうアップって深いというか、奥が深いというか、なんか本当人それぞれで時間を決めてここからここまでアップだよって言って終わりのものではないような気はするんですけどね。そうですね。もう普通の高校とかの普通の大したことない選手だったりとかすると、ね、例えば夏休み大会ありますけども、夏休み大会やらないときはまあ夏休みの練習じゃないですか。そうすると練習後からとかするとね、じゃあ午前中ずっと寝ててとかで練習に向けて起きて、で今日は朝1の練習だから朝早く起きるみたいな感じのことやってて、でそうすると試合本番ね、朝一集合早いやったりとか、そうするともう起きた段階が違うわけなんですよね。で普段からきっちりアップするわけじゃないけども、強いチームにガンガンアップしてる、これアップのペースなんですかみたいな、弱い選手からするとそんぐらいのペースでアップするじゃないですか、強い選手たちって。なんかマネしとこうかやって弱いくせに疲れるアップして能力を超えたアップをして、なんでさっさと負けてくれて、試合進行中は助かるんですけども練習前から疲れて、やっぱりそういう朝の段階からっていうね、アップの範囲って確かにそうですね。どこからをアップと捉えるかっていうところは、そう考えると花岡さんが入りだった時あったかな、体育館ついてからと、例えばバドミントンなんかは自分の試合までの時間間隔がだいぶ空いてるとかするし、それは狂ったりもするんですよね。もう3時間待ちの予定が5時間待ち、6時間待ちだったりとか。なんで、そうやって捉えられたらちょっと変わってくるかもしれないですね。陸上でもマラソンの場合は朝バーンと号砲が一斉になればそれで終わりなんですけど、やっぱりトラックレースの場合は2、3レースあったりすると本当に間隔は空くので、やっぱり長いと2時間ぐらい空くので、やっぱり1レース走って、まあ、予選走ってから決勝までどうやって過ごすかっていう中にウォーミングアップっていう概念が入ってくると思うので、やっぱそれはこうなんか、ね、こうセオリーもあるんでしょうけれども、やっぱり何をその日の自分のコンディションで何をやったらいいのかっていうのは、やっぱり本当再現ないぐらいパターンが出てくると思うので、やっぱりなんかこう自分自身が調子が上がるからこれずっとやっとけばいいっていうものでもないのかもしれないですけど、やっぱりその時々臨機応変にウォーミングアップっていうものをちょっと工夫してみて、いつものコンディションに持っていければそれでいいのかなっていう気はするんですけどね。ちなみにもし情報があったらその情報で、もしなかったら花岡さんご自身の考えでいいんですけども、この間田中希実さん変なことやったじゃないですか。100走ったんですけどね。400だったけどそうなかなかの強度の高いレースを40分間隔でやったときに、あれアップもう一回するんですか？その急が当てるんですか？まあ、多分田中選手の年齢ぐらいだったらそこまでなんか細かくやらなくっても、まあ、当然その遊びで走ってるわけではないとは思うんですけど、すごくこうなんかビチッと合わせてるわけでもないと思うんですよね。だからそのこれやって自分がどうなるのかっていうのを確かめてるだけだとは思うので、そう、そのレースと実験のレース分けてるからってことですね。はい、まあ、多分その怪我しないっていうところの目的のウォーミングアップは入れてると思いますけど、勝つっていう目的のウォーミングアップではないっていう気はするんですけどね。うん、ああいうことをする場合は多分あれはあれぐらいやんないと海外の選手、まあ、世界では通用しないっていうのを分かってやってるとは思うので。なるほど。突拍子もなく見えますけれども、やっぱり面白いんだろうなと思うんですよね、ああいう取り組みっていうのは。うん。